グ,ローバルグループ,エプ「エンハイプンエンハイプンが2024年7月6日で日本デビュー3周年を迎えたコロナ禍でファンと会えない期間を乗り越え逆境を力にしてさらなる高みを目指す7人にモデルプレスがインタビューこの3年間を振り返るとともに愛するファンへの思いや彼らが描く未来について語ってもらった「エンハイプン日本デビュー3周年迎えるエンハイプンは2021年7月6日 日本ファーストシングルボーダーはかないで日本デビューパンデミックの真っ最中だったため2020年11月の韓国デビューショーケースに続き日本デビューのショーケースもオンラインで開催されたしかし同シングルは7月度ゴールドディスク認定作品にてプラチナ認定となるなど早速記録を樹立独自のコンセプトと音楽で世界中から人気を獲得し 初の日本活動から凄まじい勢いを見せた。またファンと直接会えない時期が長かったにもかかわらず、オンラインでの密接なコミュニケーションや遠隔での日本メディア出演を通して多彩な魅力を見せ、クールなパフォーマンスと愛らしい人柄のギャップで沼落ちする人を増やしていった。サンハウン &NIKI、エンゲネとの対面イベントに感動、そんな中、2022年10月に大きな転機が訪れる。 日本ファーストアルバム、サダメのリリースと関連したオフラインイベント、初のワールドツアー、マニフェストの日本公演が決定。日本デビューから約1年3ヶ月経って初めて日本で対面イベントライブを開催することとなったのだ。初来日以降は一層その勢いを加速させる。初の日本活動から約3ヶ月後の2023年1月には大阪京セラドームで、 ライブを開催し、第四世代 K-POP グループの中で最速で単独ドーム公演を実現。その時行われたインタビューでは、日本にこんなにエンゲネ、エンジンファンの愛称の皆さんがいてくださったなんて、と、ファンの存在を実感する率直な思いを語ったり、ファンと会える機会は当たり前ではないことを感じ、一つ一つの機会を大切に過ごそうとする姿がかきまみえた。さらに、 日本人メンバーの NIKI2 期が涙ぐむシーンも声出しは制限がある中でも「エンハイプンにとって初の単独ドーム公演はそれだけ特別な時間となったメンバー自身は今あの期間を振り返ってどう思うのかサンハウン・ソン・フンはパンデミックが明けてエンゲネの皆さんに直接会えるようになった時は全てが新鮮で新しいことばかりでした 初めてエンゲネの皆さんに直接お会いできて、初めは親しくなる時間が必要だったようにも思います。初めてファンの皆さんが僕たちのステージを見てくれているという感覚を感じて、僕たちのステージを見てくれる方がいるということがどれだけ力になるのか、というのも実感しました。と、エンゲネとの対面した時の感覚を今でも鮮明に覚えているそう。NIKI も日本ファーストアルバム定め。 その時に初めて日本で活動をしたのですが、日本で本格的に活動することが初めてだったので、ショーケースや音楽番組の出演など慣れない環境で7人で一生懸命やって、それも新鮮で楽しかった記憶があります、とがむしゃらに走った当時を思い返し、初めて日本でエンゲネの皆さんと直接お会いしてから、母国でエンゲネの皆さんとたくさんの時間を一緒に過ごせること自体が本当に幸せで。 パンデミックの時期に会えなかった分の時間をこれからももっと埋めていきたいなって思っています。と母国でファンに会える空間を大切に感じていることを明かした。そこから全員のビジュアルの良さとコンセプト消化力は様々なジャンルで実を結び、活躍の場を広げていく。プラダのアンバサダー、日本のシンガーソングライターユリとのコラボレーション、ポケモンとのコラボレーションなど多方面で活動し、 2023年8月には日本の音楽フェス、サマーソニック2023に初出演。多様な音楽の魅力を大衆に知らせた。NIKI、東京ドーム、ブロッサム、号泣の裏にあった思い。そして2023年9月、2回目のワールドツアー、Fate で初の日本ドームツアーを開催したエンハイプン東京ドーム最終日には、 彼らがファンに対する愛や感謝の思いを込めた日本オリジナルバラード、ブロッサムをサプライズ披露。エンゲネが合唱とともに、エンハイプンとエンゲネは永遠に共にする運命だよ、と書かれたスローガンを掲げると、全員が涙し、一生一緒に居ましょうを愛してると伝えたのだった。K-POP ボーイグループの中でデビューから史上最速で東京ドーム公演を実現した彼らだが、その記録以上に、 エンハイプンとエンゲネにとって大切な価値がある思い出として刻まれた。当時、顔を上げられなくなるほどに号泣していた NIKI は、パンデミックで日本に来られなかった期間や声出し制限があった期間を経て思いが込み上げたという。最終日のアンコールの後、サプライズでブロッサムを披露した時に、エンゲネの皆さんの歌声や歓声を聞くことができて、その瞬間に、 本当に頑張ってきた甲斐があったなって感じました。今でも東京ドーム公演のことが忘れられないくらい良い思い出として残っているので、これからも日本で公演するときにブロッサムを一緒に歌える機会があれば嬉しいですし、そういう特別な思い出をどんどん増やしていきたいです。これから先もブロッサムはエンハイプンとエンゲネにとって宝物であり続けるだろう。そして7人は年末、TBS、 第65回日本レコード大賞で特別国際音楽賞を受賞。この賞もデビューから最短期間での受賞となり、グローバル人気と日本での活躍を立証した。ヒーセング &J ・フェイトプラス日本公演で感じたこと、2024年を迎えても空白期にもかかわらず、日本で開催された合同イベントに出演したり、メンバーの J、J、 がグレーの作品にボーカル作詞で参加してコラボレーションを果たすなど話題が絶えない。現在はワールドツアーフェイトプラスで初年4カ所を含む5年11公演自身最多公演数の日本ツアーを開催中。初めて訪れる地域でエンゲネと会える喜びをかみしめながら新たな思い出を作っている。6月には埼玉、福岡、広島での公演を行ったばかりだがヒーセング、ヒスンは 今回のフェイトプラスを通して、日本各地にエンゲネの皆さんがこんなにたくさんいるんだってことを改めて実感できて、嬉しいですし、すごく楽しい時間を過ごせています。普段行っている地域だけでなくもっと多くの地域に行くことができて、もっと多くのいろんな場所でエンゲネの皆さんに会って、エンゲネの皆さんを見ながら公演ができて、本当に楽しい記憶として残っています。と様々な地域に直接足を運び、 近い距離でエンゲネの反応を見ながらパフォーマンスをすることで新たに得るものがあった。福岡ではエンハイプンのオールナイトニッポン X 日本放送の公開収録を行い、抽選を通して500人のファンが集まった。ヒーセングは野外でラジオを収録するのが新鮮で良かったですし、天気もすごくよくて、エンゲネの皆さんも楽しく僕たちの話を聞いてくれて楽しい思い出になりました。 なので今回のツアーを通してもっとエンゲネの皆さんに良いカムバックをお見せしたいと思えるような機会になりました。と決意を固めるきっかけにもなったようだ。日本語が堪能な J は日本公演中のトークもほぼ全編日本語。その語学力にはエンゲネたちもいつも驚かされているが多様な地域に行けば行くほどファンの皆さんがその地域に関する有名なものや方言。 名物などを楽しみながら紹介してくださって、僕たちもとても楽しいです。そういったことにも、いつも感謝していますし、楽しみにしていることの一つです。と、エンゲネとの交流を心から楽しんでいる。同じ国でも地域ごとに特性が少しずつ違うので、公演するときも不思議で面白いです。と発見もあったようで、ダブルミリオンセラーアーティスト、ドームアーティストとなった今でも。 7人がファンと直接会える一つ一つの機会を大切にしているマインドが伺える。ジャックスノー最新アルバムロマンス・アントールドに自信。そんなエンハイプンは7月12日にセカンドスタジオアルバムロマンス・アントールドでカムバックを果たす。2年9ヶ月ぶりのフルアルバムでメンバー全員が作詞・作曲プロデュースに参加。コンセプトフォトでは ファンタジーの世界にいるような姿から身近な恋人のような姿まで大きな振り幅で注目を集めている。また、アルバムコンセプトフォトとミュージックビデオのスタイリングには、レディー・ガガのスタイリストとしても有名なクリエイティブディレクターのニコラ・フォル・ミケッティが参加したり、タイトル曲、XOONLY IF YOU SAYES と収録曲、b r o w t h o THE HEATBACK にグローバルヒット曲を多数輩出した実力のあるプロデューサー JVKE。 サークートがそれぞれ参加するなど、各分野の大物を総動員。ジャク、ジェイクは、まずは曲が本当にとても良いです。個人的には、多くの方に気に入っていただけるんじゃないかなと思っています。タイトル曲も収録曲もとても良いアルバムを準備したので、たくさんの人の耳に愛されるんじゃないかなと思います。と自信を覗かせた。今回はカムバックに先立ち、 YouTube にてコンセプトシネマ、アントールドコンセプトシネマも公開。7人の激しいアクションシーンや感情をあらわにする白紙演技が話題を呼んだが、ジャックはコンセプトシネマから始まり、多様な試みや試作もあって、新しい感じの一味違ったとても魅力的なアルバムになったと思います、とも語った。一方、スノー、ソヌはロマンスファンタジーみたいな感じのコンテンツが多くて、 自分でこんなことを言うのはちょっとあれですが笑い。現実を超えて仮想の人物のように本当に輝いている。そんな感じがポイントだと思います。とちゃめっけたっぷりに明かす。そんな僕たちのビジュアルにも注目していただけたら嬉しいです。とスノーらしさ全開でポイントを教えてくれた。ジャングワン、エンハイプンとして日本で必ず実現したい夢語る。8月には。 ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024への初出演も決定。K-POP アーティストとしては初出演となり、新たな道を切り開くこととなる。グローバルに活躍しながらも日本でもファンと共に着実に花道を歩き、続々とキャリア杯を達成するエン・ハイプンが、日本デビュー4年目にはどんな活躍を見せるのか。期待は高まるばかりだが、リーダーのジャングワン、ジョン・ウォンは、 日本で浜田やったことがないスタジアム公演を必ず実現してみたいですし最近は合同イベントやツアーで日本に来ているだけにまた日本作品の活動でも来たい気持ちもありますと意欲を見せたエンハイプンエンゲネとの愛の関係性恋しい力が湧く以外にない止まらぬ進化により多忙な生活を送る彼らそれでもコロナ禍でのデビューでひときわ強く実感したファンの存在の大きさありがたみは 変わらず7人の心に強く刻まれ続けている。そんな彼らの愛が特に顕著に現れているのが、グローバルプラットフォームウェバースへの浮上回数。その数字は驚異的な記録を打ち立てており、ある日には1日で4人ものメンバーがそれぞれ性配信を実施したことも。毎日のようにファンからのコメントに返信し、セルフィーや彼らが見ている光景をアップしてくれる。 たとえ空白期でも変わらず日常の一部をシェアしてくれることがエンゲネにとってどれほど毎日を頑張る糧になっているかは言うまでもないそれが彼らにとってエンゲネへのまっすぐな愛情表現であることをサンハウンが改めて明かしてくれた今では色々なイベントや公演を通してエンゲネの皆さんに会うことができるようになりましたがそれでも空白期やエンゲネの皆さんに会う機会があまり多くない時には エンゲネの皆さんが元気にしてるかなとか、僕たちにすごく会いたがってないかなって心配をすることもあります。その度に SNS やウェバースライブなどのコミュニケーションを通してエンゲネたちに会おうとしたり、エンゲネの皆さんが恋しい分、アルバムやステージの準備を一生懸命頑張っていると思います。ジャングワンはいつもキラキラ輝く目で僕たちを見つめてくださるエンゲネの皆さんを見ていると、力が湧く以外にないんです。 なので「エンゲネ」の皆さんにはいつも感謝の言葉を伝えていたいですし「思いが伝わっていたらいいなと思います」と「エンゲネ」からもらうパワーの偉大さを明かし最後に「これからもっと暑くなると思いますが暑さに気をつけて元気で幸せに過ごしてくださいね」「またすぐに会いましょう」とメッセージを送った。